い、今日は豊橋市の、東山に登ります。岩屋公園の駐車場からスタートします。おはい、ここは岩屋公園の駐車場です。トイレもあります。はい、休憩所もあり、この岩屋公園、とても広い公園です。はい、では、登山口の取り込みまでしばらく、一般道を歩きます。はい、あの電波塔の横の高い山が東山です。あそこへ登りに行きます。はい、日内坂の交差点です。まっすぐ行きます。はい、ここに二川自然歩道の入り口が出てきましたので、この道で行きます。はい、階段登ってまた案内板がありますのでね、矢印通りに行きましょう。はい、右手に神社が見えてきました。はい、二川自然歩道入り口とあります。はい、では神社の中を行きます。揖保石神社と言います。そうだね。はい、今日は、歩道のところから東山へ行って、その先のちょっとした、眺望のとてもいい僕らが言うパラダイスまで行きます。東山パラダイス。昆虫安全文化、ね、4年うの年ですかね。神社の隣から、登山が始まります。はい、うわ、ソーラーパネルになってました。右向くとドコモの、中継所関係者以外ダメとありますので、ソーラーパネルのこちらから行きます。はい、ここにも案内板があります。はい、この道左側、のんぽいパークが見えます。はい、道に迷わないように、案内板がまめにあります。じゃあここ登っていきます。はい、分岐があるたんびにこのような案内板で教えてくれます。
はい、東山まで40分とあります。 1.3 キロです。しばらくはこのように道幅の広いところを歩いていけます。のんびり行けます。少し岩場のところが出てきました。はい、案内板です。はい、この道は、なんか通れないみたいですね。はい、でこちらまっすぐ行きますね。はい、正明峠に向かっています。角度はそんなに急じゃないんですが、じんわりと登っていきます。この道も、花の季節になったら綺麗でしょうね。楽しみです。道が二股になりますが、多分片っぽは巻き道だと思います。今回は左側を使います。はい、ここはさすがに角度がある急登です。はい、ここを登ってきましたよ。はい、登った分だけ下ります。はい、ほぼ一直線で登っていきます。はい、木段が出てきました。木段を登り切ると山頂です。151段の木段を登ってきました。さあ山頂です。東山正毛峠258メートル。やりました。はい、休憩するベンチあります。そして広い山頂、そしていい眺めの眺望、素晴らしいです。では、豊橋自然歩道の方に向かいます。これから東山パラダイスの方に行きます。東山パラダイスというのは、由美さんが名付けた名所です。前回も、そこに行ったんですが、本当に眺望が良かったです。向かいます。道中、豊橋の町が見える場所があります。はい、下っていきます。
はい、尾根道を歩いてます。快適な尾根道です。はい、少し岩場のところを歩きます。はい、岩場を過ぎるとまた、素晴らしい道です。はい、ここにも案内板があります。うわ、前を見ると嫌になっちゃいます。すごく登ります。渥美半島が見えます。はい、360度眺望の見えるところへ向かっています。はい、どんどん進んでいきます。はい、もうそろそろ着くかと思います。はい、到着です。パノラマ的に眺望の良い場所です。はい、パノラマの眺望を堪能したので戻ります。今日は風が強くて寒いです。いや、眺望堪能しました。お金では買えないような、素晴らしい眺望でしたね。眺望のいいところの道中、二股に分かれるところがありまして、これを右手に行きますと、なんとなんと素敵な休憩場所が出てきます。ベンチもあります。最高の眺望です。先ほどのリラックスできる休憩場所の、そばに、こちらのようなベンチもあります。目印はこの自然歩道歩の55とあるところです。行きは右から来たんですが、左は巻き道になってますので、こちらから行きます。はい、巻き道通ってます。
木漏れ日も出ていい感じですね。あ、日が浴びてこの木も綺麗ですね。はい、眺望のいいところ、ベンチが見えますね。はい、眺望のいいところ、ゆみちゃん休憩してます。どんな眺望か見てください。はい、素敵ですね。高くていいね。こちらの巻き道ルート、ところどころに、ベンチがあって、眺望を眺めることができます。素敵な巻き道ですね。巻き道結構長く歩いてますよ。もうすぐ東山の近くに行きます。はい、今この巻き道の上が東山の山頂付近になっています。ちょっと道の細いところ、岩のあるところが出てきました。はい、巻き道が終わりました。通常の登山道と合流です。はい、巻き道終わったらまた右左のコースがあるので、行きは右から来ました。帰りは左の道を通ってみようと思います。はい、ひたすら降ります。はい、先ほどの行きの道と合流です。はい、来た道を今戻ってます。はい、分岐です。来るときはこの、JR 双川駅の方から来ました。今度はこのまっすぐの道で戻ろうと思います。はい、少し歩くと、鉄塔が見えてきました。はい、鉄塔を過ぎると少しやぶこぎっぽくなります。はい、2つ目の鉄塔です。この時期枯れ葉が多いのでちょっと滑りやすいの注意ですね。はい、破線の道で、降りてきましたが、この時期枯れ葉が多くて枯れ葉スキーのように滑るので、まあ、通常通り双川駅の方を歩いていった方が正解です。では岩屋公園の方に戻っていきます。はい、行きの、大きい通りまで出てきました。日内坂の交差点です。
はい、東海道、はい、この看板を目印に、駐車場に戻っていきます。はい、駐車場まで戻ってきました。今日は4時間50分、とっても眺望が良くて楽しかったです。お疲れ様でした。Fade away.